ペペです。バイトンです。ペペとマイナーチャンネルでーす。ライダーベース。はい。さあ、というわけで、本日の企画は、ペペからの挑戦状、ディズニークイズ会でございまーす。まあまあまあ、もう慣れたもんですよ、クイズ会はね。もう慣れたもんで、いろいろ、まあ、最近だいぶ好調で、そうですね。プルトクイズも無事、全問正解と。はい。まあ、だから、お題によりますね、正直、はい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 、苦手分野もありますし、得意分野もあるという感じになってきました。というわけで、今回のクイズのジャンルが画像から読み解くバッティングストーリークイズ。苦手分野です。最悪、マジ下手したら唯一苦手の。あ、はい、もう全然、もう無言の時間10分20分当たり前のクイズ企画です。まあまあまあ、こちらの画像から読み解くということで、まあ、僕が、保存している写真フォルダの中から、うん、そのバックグラウンドストーリーというものを、うん、読み解いていただこうというようなクイズでございます。なるほどなるほど。早速第1問目の方いってみましょうかね、はい、というわけで第1問目の写真がこちらでございます。どうぞ。さあ、というわけでこちらが一体、まあ、何を意味した、ものなのかということでございます。意味。さあ、はい、こちら、さあ、一体どのようなものが書かれていて、それは何を表しているのかということです、ね。あれけど、鏡さんのもあるよ。はい。鏡。そして、そこには。星を。ドリームス、アンリミテッド。はい。いや、無限大だと。ね、リミットないよってことですよね。はい、エクスパンディング・ザ・マジック。はい。拡大するとかの意味ですね。グラン、グランダービジョン。はい。フロムランドプロシー。ああ、 C ね。はい。ということで、スペシャリティ。はい。フロムランドトゥーシー。はい。うん。さあ、お、これがそれか。あ、はい。ということで、それを言葉にすると、それここから読み取れるのは一体どのような、いわゆる歴史でしょうか。まあ、だからそ C、 なんて言えばいいんだろうな。はい。ランドだ、ランドできて、はい、次は C 作ったぜ、作るぜのやつじゃない、これって。はい。ということで、こちらワールドバザールの窓に書かれているものなんですけれども、うん、鏡さんのその詩を作り出して、うん、作り出したというその功績を称えたものがここに書かれているというわけでございますね。鏡さんが書いたわけじゃないのか。はい。あ、なるほどね。そういうわけでございます。お見事です。これはまあまあ、あの直近でね、この知識得たんで僕は。はい。これをこう遠くで見たことあるわ。そう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 。で、ステーショナリーギフトの上のところに書かれているわけでございますね。うんうんうん、見たことあるこれ。はい。というわけで第1問でございました。お見事です。これは、ここら辺はまあまあ復習だからね。はい、うん、ということで今回 C について、問題を出していこうかなというわけでの第1問でございました。素敵だね。何よお前。え、何これ。あ、けどこれあれか、場所としては分かります。セントオブジャース。はい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 、はい、セントオブジャースって分かるんだな、これ見て。うん、何が分かるんだろう、これ。なんか、ティーカップみたいなのあるな。ああ、そこにまず目をつけるのがいいですね。と、ティーカップなんですね。なんだこれ。だから、ここ作業すんのよ。例えば、奥になんかドリルみたいに見えるから、例えばこれがスイッチだとして、これ、ゴーしてるとき暇なんだよ、これ。だから、お茶飲んでんじゃない。まあまあ、その線もありつつ。手前のリンゴ見たら無視していいかな、これ。あ、それ椅子ですね。あ、これ椅子、これ椅子じゃん、やっぱ。だからまったりすんだ、ここで。だからまったりしてるという認識がちょっと違うかもしれないですね。問題は今そこにいないんですよね。ということで、そこの点滅してる光だったりとか、そういったようなのは何をする場所なのか、果たしてこれはどういう装置なのかということですね。違う、スライム状になって下に落ちていったんじゃないんだよ。の残りがこの緑。違う、この緑がスライムの残り。違う、そこにしがみついたんじゃないのよ。のじゃない。違います。拡大してみるとね、もしかしたらわかるかもしれないですけどね。まあちょっとわかりにくいかな。あ、だからあれじゃないの、放送室みたいなこと。おお、これを使って今から行ってく、指定走行者たちに、だからその拡声器みたいなことよね。はい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 、行ってらっしゃいとか気をつけてみたいなこと。はい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 、頑張ってみたいな。そこに、うん、そこに、そこにさっき言ったモネ、ねモネ、うん、がいた。
いたということがここから読み解けるということで正解でございます。うわ、ね、だからそのさ、分からんわ、その深さが。で、いわゆる放送する場所なので、いわゆる司令室というふうになってるわけなんですけども、そこの点滅しているものがいわゆるこれから地底探検を行っていく場所の表示というふうになってるわけですね。地図的なことです。で、ここで司令室なんで、いろんなところからの連絡を受けてるわけなんです。そして、まあ、どこどこ OK ですと、どこどこ正常ですとか言ってるやつに、さっき言った声も聞けるのもより大事というふうに言ってたんですけども、実はその連絡の中にどこどこ火山活動発生の予兆がありますよみたいなものを実はここで言われてるわけなんです。え、普通に流れてるやつ、はい、言ってるわ。なんですけども、残念ながらネモ船長何かの用があってここ出てしまってるので、何やってんだよ。皆さんは火山活動の予兆がある中地底探検行ってしまうという。はあ、ここで聞いてればちょっと一回ストップとか言えたんだ、はい、そうです。はあ、それの横を皆さん通っていくというのが分かるわけですね。次の問題、ちょっとステップアップして難しめの問題となりますが、いってみましょう。3問目がこちらです。いや、はい、写真間違えてるわ。え、これお前んちの前だろ、そこだろ。違う、え、違います、違います、何もないよ。はい、お前んちの前だろ、これ。場所はどこかわかります？場所？これエントランスあるよな。はい、 C っつったっけ。はい、エントランス、え、入る前じゃん。はい、入る前なんです。あそこじゃん、あのなんか、はい、ね、いろいろあれだ。はい、そして注目するのが一体どこなんでしょうかね。まあ、ここ左にカップルいますね。それはいいんですよ、別に青とピンクの T シャツの、うん、この時間帯に入園するということはじゃないんですよ。だから夜予定があるかもしれないですね。まだ日が、ね、昇りきってか、もしくは前日はしゃぎすぎてどっちかが寝坊しちゃったことなんですね。で、あと男性の方の、デニムの長さが微妙です。爪7分なんで、七分丈なんで、ちょっとダサめかもしれない。ファッションに興味がないカップル。違います。いわゆるちょっとディズニーっぽくないですよね。ちょっと、いや、そうなんだ、ディズニーといえば綺麗なイメージ。なんで俺が今ジュラシックパークって例えたかっていうと、はい、この金網もあるんだけど床切ったれんだよ、ここ。はい、なんかね、これ汚れなんですけど、いわゆる例えばタバコとか、おう、なんかそういう火花とかの汚れな方なのよ。はい、なるほど、いい目の付け方ですね。いわゆるそれ焼け焦げた跡だったりとかするわけなんですよ。それはお見事、正解でございます。だからメモ船長がここでポイ捨てしてるタバコ、はい、違う、最悪だ、違う、最悪、あ、現場入り前の作業員じゃないから。それで繋がったの、さっきいなかったじゃん、あっちに。で、こっちで吸ってたの、さっきまで。違えわ、生えたらやるんだから、あそこでトントンするわ。来たよ。違います。なんだろう、この焦げ跡は何だろうな。はい、焦げ跡というのは正解なわけなんですけども、うん、さあ、そして何の焦げ跡かってこと。はい、噴火だ。おお、ということで、その後は一体何でしょうか。だからプロメテウス火山が噴火して飛んできた、いわゆる火山灰だったりとか、はい、マグマの跡。正解です。素晴らしい、慣れてきてるわ、ちょっと怖いね。ということで、エントランスが一番如実に見れるんですけども、実は各エリア、地面をよく見てみると、その火山灰で開いた焼け焦げた跡なんか、マジで言ってるの、ところどころに見ることができます。 C、 まあ、あえて言わせてもらおうか、鏡すげえないですか。鏡すげえわ。そしてこちらですね、めちゃめちゃ全然量がないエリアとかもあるわけなんですよ。歩いて行ってみると、そことかからプロメテウス火山とかを見てみると、その訳とかも見えたりとかするわけでございますね。それはなんか言ってましたね、はい、ぜひともそのあたりで、ね、現地で地面をたまには見てみて、発見してみてください、ね、これすごいわ、下見ても楽しめんだ、ディズニー。ディズニーシーのなんと外にもあるというのが、いや、すごいな。はい、チェックしてみてください。で、これ第3問、お見事、正解でございます。よしよし、いや、今日いいよ、今日順調よ。さあ、というわけで第4問目、最終問題でございますけれども、はい、こちら最終問題、ちょっとバックグラウンドストーリー、うん、広く言えばバックグラウンドストーリーなんですけれども、ちょっと違った視点からの推理考察でございますので、ね、第4問目、最終問題の画像がこちらでございます。どうぞ。迷子。違います。迷子がいます。それに夢中になってパッと振り返ったらじゃないんですよ。お母さん、お父さん、見て、大きい地球。お父さん、お母さん、
の時ですね、これね。入ってすぐだから。入ってすぐぐらいはその目を離さないとかせえよ、ちゃんと。これ実はですね、まあ、いわゆるあの変わった点があるんですよね、最近。最近変わった点があるんですけども、そのビフォーアフターを知ってて初めて考察できるようなものというふうにもなっておりますね。アクアスフィアが変わったの？まあ、いわゆる広く言えばアクアスフィアなんですけども、アクアスフィアそのものはまだ変わってないんですよ。その周りのものが変わってるんだよ。柵？おう、あれ？あれ？ちょっと待って、柵？はい。え？こんなになってるの今？はい。登れなくなってるじゃん、ここ。お、ということで、ここから読み解けるものは一体どんなものでしょうか。そういうこともして防ぐためにそうなったからです。最悪。はい、ま、あれじゃん、うわの方、もしかして。はい。うわ、え、あの木箱とかと同じ理由？うわ、最悪ということで、もうインスタ映えだ。正解がインスタ映えのためにこちらに登ってしまうゲストさんを未然に防ぐためということでございます。お見事、正解です。もうやだ、うわ、なんか俺名探偵ぶってさ、殺人事件追っかけてさ、犯人がお母さんだったみたいな。マジかよ。ただこれはディズニー側からしたら皆さんの危険だったりとか、そういったものを未然に防いでくれるための一策でございます。もしかしたら向こう側に落ちちゃうとかね、はい、いろいろありますから。というわけで、策を作って一策講じる、そのような爆弾の添えでございました。はい、もう一回言いますか。待って、行く推理するわ。はい、ああ、お父さんが犯人でした。うまいこと言ったね、今ね。一個ずれたところに犯人。うまいこと言いましたよ、すごいわ。はい。